僚たちの耳障りな声がライブラリに響く。いつものことだ。聞き慣れた煽りに苛立つ時間すらもったいないと、アリスは手にした武器を振るう。攻撃されたかぐや姫がうっとりとした瞳でアリスの強さを称える一方、イバラ姫は戦いよりも睡眠が大事と言わんばかりに、その場に自分の寝床を作っていた。その様子を人形たちは笑って見ている。まさかこれから己に災難が降りかかるなど微塵にも思わず。さてどうしたものかとため息をつくウサギ頭の足元に一冊の本が飛んできた。おや、この本は。禍々しい気配を放つその本をウサギ頭は臆することなく手にしてページをめくる。シノアリス。ウサギの耳がピクリと動いた。作者に会うために命を奪い合うお話ですか。同人人間では、盗賊先の運搬やアリスゲームを始めるお父様が思い出した死亡の少女アリスとなったのにのみがお父様に会えると。シノアリスでは他のキャラクターズを殺して命を奪ったたった一人が作者に会うという願いを叶えられる。ここは
N のフィールドではありませんね。似ているけれど違う。なるほど。体と心があべこべですが、これはこれで興味深い。このまま遊ばせていただきましょう。に意見を聞いてみましょう。ユーザーが望むのは面白おかしく勝ち負けとした殺し合いなんですよ。ユーザー意見を聞くなんて珍しいですね、アンキ。あなた何かするときはいつも勝手に決めるでしょう。何か悪いものでも食べましたか？はあ、ラプラスの間？あなた、頭でも打ったの？言葉のあやとはいえ、人形に血を流せと？面白いわね。そんなに血が欲しいなら、あなたを攻撃した方が流れるんじゃない？眠りを愛するイバラのお嬢さん、あなたはどのような衣装をお望みですか？どうでもいい。おやおや、罪のない眠りですか。ご苦労様。鬱陶しいったらないわね。あのウサギ、
いつも以上にうるさいじゃないの。はあ、腹が立つったら。あれは本当にラプラスの間？するけど、あれは夢？まあどうでもいいわ。アリスゲームの邪魔さえしなければ、ね、もし邪魔をしたらあの耳を引っこ抜いてやるわ。こちらの世界のお嬢様方はドールたちよりも聞く耳を持ちませんね。ブラボ、そう来なくては。いつもならこう進む気ってさーとなって、行けなくわーとなって、帰り道にまみれたからかわずな。あれ、どうやら片割れの人形が私を怪しんでいるようですが、あつらえられたお茶会ならば私も全力で走り抜けるのみ。どうしたんだい？いきなり怖いことを言うね。総成績はそんなひどいことしないです。このバカウサギ、さっさとどっか行くです。水星石が本気で起こる前に消えた方がいいよ。竹から生まれた美しい姫、今回のイベントであなたはどのような衣装を望まれますか？まあ、アンキ、その喋り方良いですわね。それで責められない。ご苦労様、ホーリー。総成績に人間をバラバラにしろと言うなんて何考えて嫌がるんですか、あのデカウサギ。夢の庭師のプライドに勝ててそんなことはしねえのです。今日の暗記は上品かつ陰険無礼で、私の胸がキュンとしましたわ。紳士然とした喋り方たまりません。あの言葉遣いで私をなぶってほしい。マスターによっては、いや、なんでもないよ水星石。けどなんだか変だったね。いつものラプラスの間とは違うみたいだ。容赦なく責め立てて、耳元でささやいて、私をもっと恥ずかしめて。まあ私より強くないとダメなのですけど。それが
まだ意見を聞けずじまいでして。キャラクターズの意見など聞かなくてもいいでしょう。そう、おかしいのが正常なんですよ。出てくるやつが全部どこか変なのがスタンダードのはずなんですよ。非常識、非常識な世界のはずなんですよ。それは横暴だ。選択する権利は与えないと。選択する権利なら与えてやりますが言葉遊びはマザーグースで十分です。お前、私はラプラスの間と呼ばれし、ウサギ穴の住人。疑心と暗鬼、ラプラスの間は互いに違和感を認識することで開口を果たした。しかし体が元に戻りません。いやはや、これは参りました。ウサギ頭と球体関節人形は顔を見合わせてため息をついた。世界が奇妙な混じり方をしたのでしょう。結びつきが強かったのか。が同じだった。作り手に会うために作られた側が命を奪い合う。それが奇妙なまでにリンクし、あべこべな融合を果たしてしまったのだ。それを解消するにはどうするか。答えは簡単、一つにすればいい。キャラクターズと同僚を叩かせ、相手の輪を潰せばほらほら通り。ラプラスの的、疑心暗鬼は
まるでおもちゃを選ぶかのように世界の潰し合いを許容した。何ですって？ラプラスの間、中身は暗記とかいう怪しい人形に提案された世界の潰し合いに、老船メイテン第五ドールのシンクは眉を潜めた。中身が違ってたのね。どうりで手や足の動きが可愛いと思ってたのよ。間違いな感想を述べる第六ドールのひないちごに呆れつつも、シンクは反論する。いくら世界を元に戻すためとはいえ、アリスゲーム以外で、しかも人と戦うなんてありえないわ。そんなことを言っていいんですが、相手はアリスですよ。告げられた名前にシンクは動揺した。私を知っているの？おや、この人がお父様の理想の少女？お父様なんて知らない。私には作者だけ。物語のアリスなのね。よくわからないけど。ご苦労様、ホーリー。老船メイデンとキャラクターズの戦いを、暗記の体を借りたラプラスの間はお茶を飲みながら眺めていた。おっと、この体ではろくにお茶も楽しめませんね。優雅な手つきでカップを操作に置くと、再び少女たちの戦いに視線を送る。さすがローゼンが作り出した通り、戦い方も優雅で美しい。確かにキャラクターズは強敵ですが、誇り高きローゼンメイデンなら最終的には勝利を手にすることでしょう。己の世界の優位性を確信するように、ラプラスの間は暗記の顔で微笑んだ。ローゼンメイデン第三ドールと第四ドール、二対の瞳を分かち合った双子のローゼンメイデンは顔を歪めた。なんで水星石と総星石が人間なんかと戦わなければいけないんです？中身を元に戻すためとはいえ、少し乱暴な気もするけど。ラプラスの間、暗記。プリプリと怒る姉の水星石をなだめながら、妹の総星石は冷静にウサギ頭を問いただす。これが一番手っ取り早いんですよ。それに私たちが元に戻らなければ、アリスゲームを正常に行うことができないかも。それって困りますよね。戸惑う双子のドールの背後からは、かぐや姫が近づいてきていた。
けれど、元の世界に戻すために倒させてもらう。水星石は隠れていて、僕が一人でやるから。創生石一人を戦わせるわけにはいかないです。お互いが大事なのですね。その思いの強さ、思う存分私を恥ずかしめて責め立ててくださいな。この人間、なんだか気持ち悪いです。ご苦労様、ホーリー。双子のドールが思い合う強さに感激しながら、かぐや姫は浴場に濡れる瞳を輝かせている。それを見てラプラスの魔の体を借りたアンキは満足げに息を吐いた。ああ、これですよ、これ。この怖い場合、この刺激が足りなかったんですよね。まだ、問題解けのキャラクター性ならそうでしょう。さて、どちらが勝つか、自身はどう思います？それはもちろん我々です、という耳障りな笑い声を BGM にドールとキャラクターズは戦い続ける。愛らしい少女がすやすやと眠っている。その前でローゼンメイデン第一ドールの水銀刀は舌打ちをした。で、寝ているだけの眠り姫相手にどうしろっていうの？戦ってください。私たちの元に戻るにはどちらかの世界が消えるしかないのです。ウサギ頭の暗記に水銀刀は嘲笑を向けた。ウサギさんの中身が入れ替わっても私は特に問題ないんだけれど。アリスゲームはどうするんです？そんなの、他の姉妹もあなたたちもまとめて潰しちゃえばいいじゃない。水銀刀はその背に生やした黒い翼を大きくはためかせた。彼女は姉妹の中で一番好戦的ですから。キャラクターズに勝るとも劣らない機材です。ほら、見学してる余裕なんてないわよ。これは私たちも危険では。水銀刀を止めましょう。私たちが争う理由はないわ。いいだろう。なんか嫌です。こいつ目が怖いです。そんな、私は普通に戦っているだけですのに。だってかぐや姫だし。ご苦労様、ホーリー。よく考えたんだけど、創生石は慎重に自分の考えを口に乗せた。ラプラスの魔と暗記とやらの中身が入れ替わってもあまり問題ないんじゃないかな。創生石の言葉に全員の動きが止まる。元の世界に戻すためと言うけれど、問題なのは中身が入れ替わった二人だけ。
僕たちには特に影響はないようだし。おっと、これは意外なご意見ですね。確かに暗記の中身が変わってもやることは変わらない。意見の一致を見出した少女たちにウサギと人形は嫌な予感を抱き始めた。結論から言えば、キャラクターズとローゼンメイデンは暗記とラプラスの間を元に戻す戦いを放棄した。そこまでする義理はない。それが全員の意見である。せっかくだしお茶会をしましょう。あなたたちの世界のお話を聞きたいわ。シンクの誘いに乗ってお茶会を始めた一同も自身は無表情に眺めていた。そういう時に普段の信頼度って出ますね。暗記、遊ばれている場合じゃないですよ。ラプラスの間はため息をついた。はぁ、仕方ありません。こうなったら直接決着をつけませんか。暗記は最後の勝負を仕掛けた。コラボ先に配慮して最高勝負です。互いの今の姿を人形としてそっくりに作れた方の勝ちですよ。面白い。いいでしょう。そうしてできた人形は暗記の鬱陶しさと面倒くささが完璧に表現できていると思う。このシンクもアリスに同意するわ。ラプラスの魔の圧勝だった。裁縫をするならラプラスの魔の体を持つ暗記の方が有利であっただろう。しかし出来上がったのは人形と呼ぶには勇ましい何かでしかなかった。まごうことなきジャンクよね。勝負にすらなりませんでしたわ。水銀刀とかぐや姫の呆れたため息に暗記は癇癪を起こす。そうだ、嫌がります。そもそもお前たちが戦わないから。そう叫んだ瞬間だった。ラプラスの魔の体が光を帯び立ちどころに暗記の魂が離れたかと思うと作られた暗記人形の中へ移動したのだ。ブラボー。
の魂が人形に移動したので、私の魂も無事に元の体に戻りました。これは、入れ替わり解消。暗記、うるさい。眠れないでしょ。どうやら解決してしまったみたい。誰も傷つけずに済んだようでよかった。私は少し物足りませんが。変態は創生石に近づくなです。私たちの世界では迷子になった人形の魂は完全な体があれば元に戻ってくるの。ラプラスの間はそれを利用して迷子になっていた暗記の魂を人形に移したのね。無事元に戻ったウサギ頭はシンクの説明が正解とばかりに拍手した。ねえ、問題が解決したならこんな馬鹿げたお茶会は終了よね。水銀島の言葉にしょんぼりしたひないちごの頭を茨姫が優しく撫でる。その横では双子のドールがお互いをかぐや姫から守るように牽制し、ありがとうアリス、お茶会楽しかったわ。あなたたちも頑張って。あなたもお父様に会えるように。シンクとアリスは握手を交わし、こうしてキャラクターズとローゼンメイデンは互いの世界へと戻っていった。邪魔をするか。カノンは敵
警察に来たのかしら。我が輩もそうじゃ。ならば我が輩を敬え、讃え、崇めるべき。なんでかしら。我が輩は年上ぞ。若者は頭を垂れるべき。こちらの人形がまだ取り残されていましたか。さて、どうしたものかと頭を悩ますウサギの前で二体の人形が言い争っている。この小娘が我が輩に意見しようなど100年早いぞ。100年なんてあっという間なのかしら。ドールを舐めないでほしいのかしら、このおじじい。小娘は口答えするな。出直すべき。応酬にラプラスの間は肩をすくめ。それでは皆様ごきげんよう。そのままそこから消え去る。